B ・ファーストがセカンドアルバムに B を8月28日にリリースする合わせて新ビジュアルも公開された前作のリリースから約2年ぶりとなる今作には「アネッサグローバルキャンペーンソングに起用されたサードシングル「スマイルアゲインフォースシングル「メインストリーム最新シングル「マスタープランといったタイトル曲や「NHK 紅白歌合戦」でも披露した「ブームブームバック 第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌として書き下ろしたグロリアス、ダンサブルな UK、ガラージのビートを取り入れたグローアップを収録。その他、新曲9曲を加えた全15曲が収録予定となっている。さらに映像付き携帯には、収録曲の MV を収めた MV 版と B、ファースト初の全国アリーナツアー B。 ファーストアリーナツアー2023ラウン2024メインストリームの最終公演となった宮城関水ハイムスーパーアリーナでの公演を全曲収録したライブ版を用意。また、リリース記念グッズの発売も決定した。7人組ダンスボーカルグループ B、ファーストの約2年ぶりセカンドアルバムに B、QB が8月28日に発売されることが決定した。 合わせて新ビジュアルが解禁となった。前作 B1 に続くオリジナルアルバム 2B には、アネッサグローバルキャンペーンソングとなったサードシングル、スマイルアゲインメンバーの意思が反映されたフォースシングル、メインストリーム、圧巻のパフォーマンスが話題を集めた最新シングル、マスタープランといったシングルタイトル曲を収録。この他、ハッシュタグ BBB チャレンジが反響を呼び、昨年末の NHK 紅白歌合戦でも披露したブームブームバックや第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌として書き下ろしたグロリアス、ダンサブルな UK ガレージのビートを取り入れた人気曲グローアップを含め新曲9曲入りの全15曲が収録予定となっている映像付き携帯には収録曲のミュージックビデオを収めた MV 版に加え 2023年から全国9都市22公演を回った B、ファースト初となる全国アリーナツアー B、ファーストアリーナツアー2023ウン2024メインストリーム、ファイナルの宮城赤水ハイムスーパーアリーナ公演を全曲収録する。アルバムの発売を記念したグッズの発売も決定した。アクリルチャームキーホルダー、全7種類アクリルスタンド、全7種類、シークレットステッカー3枚セット、 全8種類ランダム、グラス一種、コースター一種、キーホルダー一種が BMSG ショップのみで7月17日から23日までの期間限定で販売される。